確実ですか信仰ですかって言われて祈ったら確実で申し込みなさいって神様に言われたので、まあ、どうにかしてもらえるんだろうって思ってその信仰で確実って言っちゃいけないですけど本当は確実って言ったんですね。そしたら何日かして3、4日短いそのツアーで14万円ぐらいで行ける飛行機代になりました。それに入りますか、確実で申し込んだ人だけこれ声かけてますって言われて、あ、だから神様は確実で申し込みなさいって言われたんだってことを思って即そっちに行かせてもらいました。で、チロのこともですね、実は行くまで何も決まってなくて、イスラエル着いてからブログを見た方があれ、チロ、ユーチョ泣いてないのって聞かれたんですけど、何もですね、持ってくることもできなくて飛行機に乗せるともう一人分飛行機代がかかっちゃうってことを言われてですね、その時何もなかったんですけど、着いてからすごい道がどんどん開かれて、あっちレンタルできるっていうことが分かって、で着いてから決まって着いてから借りに行ってみたいな感じだったんですね。だから神様本当に不可能ないなって思ったんですけど、でそれに年度の御言葉がマルコの11章の24節で、だからあなた方に言うのです、今って求めるものは何でも手に受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。あ、その前から、まことにあなた方につきます、誰でも山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります、だからあなた方に言うのです、今って求めるものは何でも手に受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますという言葉で、すごく自分自身も今年は奇跡を体験する年だなということを思わされました。なので、まあ、その最善の時があると思うんですけども、諦めずに求め続けるって本当に大事だなってことを思わされました。神様、今後私を感謝します。イエス様を申します。